大地主であった本間家が収集した品を保管、展示する山形県の登録博物館。運営は公益財団法人、本間美術館。収集品を展示する美術館としてのみならず、京風の純和風建築、新円閣、庭園、鶴舞園による庭園美術館としての性質も持つ。庭園の片隅にある窯では民芸品である本間焼きが作られている。 1947年5月、戦後初の私立美術館として、本間家別荘の木造を2階建ての建物と19800平方メートルの庭園の開放を受け開館する運営は、本間家の系類のほか、地元の有志らによって立ち上げられた坂田美術協会が担い、初代館長には、日本刀研究の第一人者として知られる本間淳二が就任した。 1965年には財団法人化され、坂田美術協会は美術館の講演団体となった。1968年には創立20周年記念事業の一環として、庭園内に建設した伊藤喜三郎の設計による新館がオープンしている。収蔵品は本間家が代々受け継ぎ、充実させてきた美術工芸品を主としている。 本間家では、社真を今しめ、失素倹約に努めることを確んとし、歴代当時も遵守してきたことから、収蔵品はおしなべて出実合憲である。家電品以外では、本間淳二の弟で第二代館長を務めた本間雄介によって収蔵品に加えられた丸山王郷の板地図が館を代表する展示品として親しまれている。重要文化財名称、ありがとうございます。